なんですけど、この音一つでもいろんな出し方があります。例えば、ほーとか、はー、ほー、はー、ほー。はいい響かせる場所を今いろいろ変えてみますねベロの奥を下げれば女性の方もいけるかも。オリジナリティのあるご自分の歌の世界をね、どん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 広げてっていただきたい。ぜひ生演奏のあるところに足を運んでください。 はいそして、えー、このね動画やオンラインレッスンで培ったことをぜひ実力試しに行ってみてください楽しいことがもっともっと展開すると思いますはい私シマチャ津スインガーでボイストレーナーのダイナがこのチャンネルではですねボイストレーニングやボーカルトレーニングのレッスン動画 そして私のライブ動画などなどをたくさん上げておりますこれまでも上げておりますたくさんの動画おかげさまで大勢の方に今もご覧いただいております再生リストというところに各ジャンルごとに例えばボイスとかボーカルレッスンに関するレッスン動画ウクレレやピアノ弾き語りのレッスン動画それからまあライブ動画ですとかねいろいろジャンルごとに集めておりますので気になる再生リストを開いてお探しください さあ今日はですねえ先日前々回ですかこのチャンネルは毎週金曜日の朝更新してるんですけども前々回で「恋は育てられますよ」 ご自身の声を育てて本来持ってらっしゃるご自身の声をもっともっと活かしていきましょうという動画がえ皆さんとても大勢の方にご覧いただいてあやっぱりご自分の声をどう育てていくかもっともっとねご自分の声を好きになっていただきたい、えー、そんな思いが伝わったんだなと思いまして今日はねさらに、えー、もうちょっとその続きをお伝えいたします。 私改めまして島ジャズシンガーでボイストレーナーのダイナでございます今は沖縄に移住してきてしまっておりますけれども以前はですね東京の音楽事務所 小美音楽専門学校ヤマハさんヤマのミュージックスクールさんなどなどでたくさんのプロフェッショナルの方プロフェッショナルの卵の方それからアマチュアの方若い方からシニアまでいろいろ見させてきていただいておりますが現在はオンラインレッスンのみやらせていただいております今も全国の、ね、生徒さんがいろいろこの動画も含めてご覧いただいて勉強熱心に皆さんねご自分の歌ご自分の声をもっともっと 楽しく良くしていこうっていう努力されている方がね大勢いらっしゃるんだなというのは私の励みにもなっております。はいえー、これまで結構ジャズとかスイングのねレッスン動画をいっぱい上がってますしそれからどんな曲が歌いたいのか探してらっしゃる方それから例えばフェイクとかスキャットのことをもっと学びたいという方多分ねご覧いただいている方が多いと思うんですけれども、えー、今日はねまたお声の使い方、はい、ご自身のお声をもっと好きになっていただくために。 まずやっぱり基本のね、えー、発声の仕方をやっぱり確認するといいですよなんていう自分での練習方法を、まあ、簡単なところをご紹介前,前回の動画ではいたしました。ではい、今回はですね高い音もしくは低めの音、はい、高い低いって言ってもその方によって随分違ったりするんですがだたいね女性だと「 今 C のキーのドレミファソラシの大体ファーソラあたりが女性はいわゆるまあ通称字声と裏声のチェンジのポイントになってくるんですよねでその時そこの出し方がよくわからないっていうお悩みの方まず女性のポイント お声ではいっぱいあります、はい、男性でももちろん同じお悩みはあるんですけれども女性と男性では、えー、半オクターブぐらいちょっと違うんですまあオクターブ全体が違ってさらに半オクターブぐらい違うんですよねなのでちょっと女性と男性に分けてお話をしたいんですけれどもまずはじゃあ女性の方で「ララ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 」はい今ドレミファソラシード同じぐらいのボリューム同じぐらいのお声の響き で、えー、ドレミファソラシドを歌えた方はまずとりあえず OK にしておきましょうかはいで、えー、今「ドレミファソラシド」ってこうなっちゃった方は早めに上の声にひっくり返してくださいひっくり返すことに抵抗がある方多いんですけど「ドレミファソラシド」はいえ裏声にしていいんですか私はそういういい声を使いたくなくなてもっと しっかり強いお声でドラミファソラジドって出したいって思ってる方はすごく多いんですけど今私がやったように下のお声でいくら引き上げても今のチェンジするところでうまく響きをチェンジしていかないと要は声を響かせるポジションを変えるなんて言い方もするんですけどもそうしていかないと地声でいくら引き上げても出ないんです はいなので喉が閉まってちっちゃって高い音が潰れちゃうはいじゃあどうしたらいいのかっていう時に響きのある高音部分を作っていきたいんですでそのためにはまずは裏声らしきものをちゃんと響かせてあげるっていうことが大事なんですねはい、えー、裏声自体が全くならないっていう方もいらっしゃると思いますしカスカスっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけどまずは裏声らしき 裏声声らししき声を出ててみてください例えばどうでしょうこの音で「ははいもう上に抜けちゃって結構ですはい私はそういう声好きじゃないっていう方もいらっしゃると思うんですけどまずは出してみてくださいははいいいですかじゃあ今これ上の C の音なんですけど なんですけど、この音一つでもいろんな出し方があります。例えば、<noise> ほーとか、はあほー、はあほー。はい、響かせる場所を今いろいろ変えてみましたはい、なので、同じこの C の音でも、まずはとりあえず出してみる。カスカスの下はまず軽く抜くんでいいので、<noise> はいこれがしっかり響かせられる方は今度響きを集める。は、はいじゃあ集めるためにはどうしたらいいかってお話しますね。口の中の屋根をまず高く口の中の屋根、えー。漢字で書くと口の蓋と書いて口蓋と呼びますが口蓋って私,私たち持ち上げられるんですよ。あのこうびっくりして。 こんな感じはいびっくりしながら息すると口の中って上げられるはいちょっとやってみましょうかはあまあびっくりの、はあ、はい屋根上がりましたかこのね口の中の空間に音は響くのでしっかり持ち上げるでこれもいいですか練習の中でしっかり持ち上げられないとうち歌ってる途中で突然こういう空 俯瞰を作ることってやっぱり難しいですよねなので普段からいかにはい喉の奥もストレッチしてるかです体と一緒です毎度言ってますけど はい。いつもこれをご覧いただいている方はね、もういつも言っていることは同じといえば同じなんですけれども、いろんな角度からお話ししているので、ピンとくるポイントはね、もしかしたら人によっていろいろかもしれません。ずっと聞いてるけど、あ、もしかしてこのことなのかって今気づいた方もいるかもしれないよね。なので、はい。喉も体と一緒でしっかり伸ばしてあげてると、やっぱり喉の筋肉も早く対応することができます。 で皆さんが例えばすごく早い歌を歌うってう時に例えばそれに喉がくっついてきてないと結局高い音もしくは低い音が潰れてしまったり出やすい音ばっかりが強く出ちゃったりそれから出やすい音の母音が例えば日本語の母音で説明すると「あ」とか「お」とかが出しやすい方が多いので「あ」とか「お」の母音のものばっかりボーンと強く出て。 イダンウダンとかまあイダンウダンが響きやすい方もいるんですけどイダンウダンは喉詰まっちゃって出ないとかねはいでましてや歌うのが我々はネイティブじゃないその英語なわけじゃないですかそうすると全然意味と関係なくアダンが例えば前置詞とか漢詞なのにボーンと大きく出てたりで意味のある音が引っ込んでたりなんてことが起きるわけです。 さあということで、まあ、ちょっと解説長くなっちゃいましたが一緒にぜひねお声出してみてくださいもう一回やります今女性のキーでやってますよはい「C」のキーの「ドレミファソラシド」はい今「ドレミファソラシド」って解明で言いましたが「うんもわざとちょっと響かせるために空間こうしてみようかな私がよく言ってるのは口の中卵を縦に入れたような はいこの時お腹使える方はお腹グッと入れてそれを下げて体は上下に引っ張り合うような形はいこれもねまあオンラインレッスンでは毎度言っておりますけどでもこれがね実際に歌に使えるまでっていうのは本当に何年もコツ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 練習していかないと、えー、なかなか変わっていかないんですよ。 10年、20年単位で変わっていくなんてこともあります。なので、諦めないでください。そういうことなんです。はい。コツ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 、まあ、それもきちっとした練習方法で続けていれば、声は育てられるんです。前回も言いましたけど、声は自分で育てられるのです。はい。私が証明しておりますし、私の生徒さんたちもみんな変わってますので、 改めて、あ、やっぱりそうだよねって思ったりするわけでございます。さあ、ちょっともう一回やってみますよ。では。うん、まず口の中、はい、卵をふくら入れたような形、屋根上がってるかな。うん、ちょっと鼻の穴ふくらますぐらいの。はい、この鼻空鏡面になってます。はい、鼻の奥の空間にも響いてる感じ。うん、ベロはちなみにこんなふうに下がってます。屋根が上がってうん、はい、でも、それがうまくできないよって人はなんとなく真似してください。 もそして今唇はこうなってますこれが口開けた瞬間に唇がねこうなっちゃう方結構多いんですよ。まあって。はい今これからやるのは唇がちょっと内向きのまま。ままはいどうですかはいでご自分の口ちゃんと鏡で見ながらチェックしてみてください。はい一旦録画止めて鏡取りに行ってください。手鏡。 はい、そしてご自分の口がどうなってるのか、ままはい、意外とね自分の口見てみると違う形になってたりするでしょそういうことなんですよなので、はい、今私のこのね、えー、口に合わせてやってくださってると思うんですけど自分の口がその形になってるかっていうのを確認しながらやってみてくださいさあではではもう一回いきますよ

はい。それから、下っ腹、実は足の裏から、それを支える筋肉、太ももの裏側、ふくらはぎなども使って、なんてお話もね、まあ言ってますけど、とりあえず今日は置いといて、はい、置いといて、懐かしいね、このね。<laughs> で、例えば、先ほど言ったように、ファとかそのあたりで出し方がわからなくなっちゃった人は、早めに、早めに裏声にひっくり返してください。もう一回行きますよ、3、はい。 まあまあ今の女性のスイのキーのドレミハスラシでしたじゃあ男性もいきましょうねそしたらねあ男性もでも今のキーでもオクターブ下でまあ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 一緒にできたかなはい男性でも同じキーでいけた人もいると思いますが男性もうちょっと上までやってみようかなしたらね えとねじゃあ男性の方はじゃあで前音上のかてますうまずね実は、えっと、女,性女性と男性だとちょっとこう気をつけるポイントが変わるんですけど、えー、それこそいろんなお声質の方、えー、いらっしゃると思うんですがあくまでも平均的なね、えー、女性とか男性の声に今合わせてますが例えばあの何か喉を痛めた経験のある方なんかだとちょっとえっ、ー、と 音域が変わってたりいたしますが、はい、まずはちょっとやってみましょう。ええ、デイノのドレミファソラシドなので。はい、まあ、まずは男性はえっと、喉がいになりやすい方多いと思うので。まあ、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 特に太くて響く声を作りたいっていう方は。全然こう響いてない喉声、はい、喉から直接出てるような声でやっちゃう方多いんです。なので、さっき言ったように、まあ、まずは。 ふっくらとした丸いお声を作るでこれがやっぱ好みじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが例えばすごくくっきりしたふっくらした強いお声を出したいっていう方もまずこれができて初めてその先になるので「んま」はい低めの女性でもいいですよこれオクターブ下今私がやってるキーでやってもこれ最初が「D の音なので。 「まあベロの奥を下げれば女性の方もいけるかも」ああはい低いお声を養いたいという、えー、女性の方もまあやってみても結構ですはい男性の方「まあ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 」はいこうなってっちゃった方。 先ほど言ってた地声なのまま無理やり引き上げてると。まあ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 。ってこうやって顎が上がってちゃったのは、無理やり地声で引き上げてる証拠でございます。はい、で男性はいわゆるファルセットにするのって苦手な方多いんですけど。これもちゃんと練習していけば変わっていきます。まあ特殊な声じゃない限りは。なのでもう一回やりますよ。もう一回いきましょう。はい、お腹入れられる方、お腹入れて軸下げながら。 家の屋根を上げながら「まま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 」はい音の高さだけが合ってるんじゃなくて音の響きがふっくらしたままちゃんと高音が出てますかっつう話でございます。いいですかはい、えー 男性はこっから上ぐらいがだいたい切り替えになる方が多いのでここからもし男性ははい行ける方はファルセットにチャレンジ音量ギュッと小さくなっちゃってもいいです軽くここは無理かなと思いますがそこからさらに半オクターブぐらい出るといいね男性の方もはいということでえー、まあ今日は これぐらいい、にししきましょうかはいえー、要はこのお声の地声と裏声の切り替えはい、今地声と裏声って言い方もしなかったりしますがまあ、分かりやすいのでねそういう言い方をしましたはいチェストボイスとヘッドボイスなんていう要はこっちに響いてる声とこっちに響く声なんていう分け方もありますしいずれにせよ響き方を、はい、を ご自分でご自分の声を育ててるためにはとても必要ってことですはいそのためには口の奥喉の奥それを支える筋肉はいそんなことを意識的に作っていかなければなかなか変わっていかないですよってことです。はいでそれが曲の中では瞬間こう飛ぶわけじゃないですか、まあ、飛ばない曲もあるけどさだけどこうね急に高い音。なので例えば オンラインレッスンではこんなのもやってますけど。はい、音の玉が全部同じぐらいで出ましたかと。どうはい、男性もオクターブ下で一緒で行ってみましょうか。3。はい。はい、はい、どうぞどうぞ。どうなんですけど。はい、えー、オクターブ上であれ、オクターブ下であれ。 はい、響きが要はその瞬間口の中はこんなことになってるわけですよううどうどうどう。これが瞬間こういうふうに正確にその位置に動かないと音程が揺れちゃったりもしくは出にくい音が潰れちゃったりで外に出てる音の粒が揃わないそうすると飛び出してる音と引っ込んでる音それも日本語の癖のまんま歌ってると。 飛び出した飛び出さなきゃいけない音が飛び出さないで引っ込んでた音が引っ込まなきゃいけない音が飛び出してたりはいなんていうことが起きちゃうわけですよね。なので、えー、とここはさらにこう英語の歌を歌いたい方がこれご覧になってると思うので英語の歌になると言葉の、はい、母音とかー音踏み込みなんていうのがまた日本語と違うわけなので、えー、そこの部分を意識してさらに響きも変わってくるということになります。 ちょっとややこしかったかな今日も。<laughs> はい。最近こういう話になってますけどね。はい。もっともっと、えー、優しいお話のレッスン動画もいっぱいあげております。はい。えー、今日最初に言いましたけれども、えー、このチャンネルの大元は、はい。この左下に私な、えー、 赤いダイナマークがあると思いますそ,れをクリックそこをクリックいただくと大元のダイナのハッピースイッチャンネルの大元のチャンネルに行きますと再生リストとなりますその中に、えー、各種レッスン動画、はい、ボイスに関することそれからウクレレ弾き語りやピアノ弾き語りに関すること、はい、などいろいろジャンルごとに分かれておりますのでその中からちょっと気になるのを探してみてくださいさあというところでいかがでしょうか はい。さあ、じゃあ、えっ、ー、と、こんな風に。まあ、ご質問とあったらね、メールでいただいても結構ですし、えっ、ー、と、レッスンも、えー、オンラインレッスンもですね、そうそう、最近言ってなかったけど、ウクレレ弾き語りクラスもおかげさまですごい盛り上がっているので、ウクレレ弾き語りも、まあ、ジャズやね、英語のポップスを、なるべくかっこよく歌おうという、そう、なるべく優しく、なるべくかっこよく。<laughs> 大なりゅでございます。それから、えっ、ー、とね、あと、お声診断。 はい、というののもやってますので例えば今やったようなことで自分はどういうふうにやってたらいいのか今後の練習方法のご相談なんかも、えー、単発で、はい、それはもう一回こっきりで、えー、受け付けております。 はい。なので、ええー、まあ、あの、オンラインレッスンをね、定期的に受ける難しいけど、自分の今の声の状態、どんなことやっていけばいいのか知りたいなんていう方へのアドバイスもやっております。はい。なので、まあ、詳しくは、ええー、私の、ええー、ウェブページ、ウェブサイトのレッスンページっていうところを開いて、詳しくは書いてますんで、ご覧ください。それから、すいません。また宣伝でございますが、いよいよ、私のシマジャズアルバム完成でございます。イエーイ。はい。詳しくはまた、ええー、 動画でもね、えー、お話ししようかと思いますけど、先行発売がゴールデンウィークのイベントからスタートいたします。4月29日、えー、今は23年、2023年なので、2023年の4月29日の、えー、立川のアロファフェス、東京立川のアロハフェスから発売スタートになるかな。 えー、そして5月3日は吉祥寺でランチライブそちらは昼間ですので、はいえー、どちらもフラダンサーさんがゲストで踊ってくださいます、えー、ジャズや、えー、それからハワイアンの曲それから島歌それらを私のアレンジとね、えー、メドレーにしてそしておなじみサックス、えー、ウッドベースそしてパーカッションの、えー、島ジャズオールスターズのみんなと演奏します、えー、それからですね沖縄でも またまたライイブもも今後いいいいいろろベント続いていきそうでございます私はこの島に引っ越してきてもうね島の文化にすっかりもうがっつりハマっておりますのであくまでもそれらは私のスタイルなんですけどこれをご覧の皆さんは自分の好きなスタイルをぜひ追求していっていただきたいと思いますそしてオリジナリティのあるご自分の歌の世界をねどん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 広げていっていただきたい,い、はい、生徒さんはまあジャズや R&B の生徒さんが多いんですけれども。 皆さん面白いことになっておりますよ、はいえー、ライブ活動もね、えっと、50代60代以上の方が多いので皆さんすごいですねライブバンバンやり始めてたりそれからセッションに行き始めたりとかあと、まあ、そこ行く手前で今コツコツとね練習曲をどんどんこう自分のレパートリーを増やしてるって方もいますし、えー、何せ今は生演奏でこう歌わせてもらえるそれから生演奏を聴くチャンスも 足を運べばねそしてこの3年間の大変だったライブハウスとかも大変だったと思うんですけど本当にね、えー、皆さんが再開してもう今はあの順調にされてる方も場所も多いので是非前さんのあるところに足を運んでください。はいそ,ね、そして動画やオンンンラインレッスンで 培ったことをぜひ実力試しに行ってみてください。楽しいことがもっともっと展開すると思います。はい。ということで、えー、このダイナの YouTube チャンネルは毎週金曜日の朝6時に、早、<laughs> 朝6時に、だって見てる人がみんな早起きだから私も頑張って早起きしてます。はい。朝6時に更新してます。はい。ですので皆さんぜひ、 はい、えー、チャンネル登録やいいねボタンもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまた来週。来週はレッスン動画じゃなくてライブ動画かなどうかなはい、ではお楽しみに。またね !See you!